トラム地下鉄フェリーバスアムステルダム市営交通会社はオランダのアムステルダムで交通機関を運営するアムステルダム市100%出資の企業。前身であるアムステルダム公営交通が1900年に設立され既存の民営トラムを買収して事業を開始した。1925年にはバス事業を開始し、1943年には 現在の市営交通会社に経営形態を変更した。1977年にはメトロ路線を開業している。現在5路線が営業中である。中央駅と郊外を結ぶ路線と環状道路沿いの路線が営業中である。現在14路線が営業中。主に市内中心部の交通を担っているが、一部路線は郊外まで伸びている。 アイワンを横断するフェリーを運行している。2019年8月現在35路線を運行している。市内のほとんどの稼働橋は GVB の管轄であり、水路交通管制も行っている。したがって、船舶の通行時に自転車に乗ってやってくる、羽橋のおじさんは GVB 職員である。運賃収受方式は国内交通料金収受システムを採用しており、 OV チップコアートやストリッペンカールトが利用可能。乗客サービスのための窓口を次の場所に設けている。窓口では各種キップ類等を販売している。ありがとうございます。